根、畑で作ってる大根です。ティちゃんが間引きで取ってきてくれました。無農薬結構難しいですけど、なんとか大きくなってくれてます。今日はこれ使います。じゃあ切っていきます。8ミリぐらい、1センチいかないぐらいですね。ピンクの大根も中は白です。今日はサラダに使います。甘酢漬けとかにしてもピンク色で綺麗になります。かまぼこみたい。はい、切れました。じゃあサラダ盛り付けます。水菜と今切った大根、かつお節、ドレッシング作ります。オリーブオイル小さじ2、お酢小さじ2、塩少々、柚子胡椒小さじ2分の1ぐらい、水菜と柚子胡椒の組み合わせが好きなんで、今日は柚子胡椒風味のドレッシングにしてみます。でドレッシング後でかけます。完成。じゃあ味噌汁作ります。今日は大根とえのき、揚げ、お味噌溶きます。お味噌汁完成。豚こま200g ぐらいです。今日は豚肉と大根をちょっと甘めに炒めてバターも乗せちゃいます。塩少々、胡椒少々、ちょっとお肉入れるの早すぎましたかね。すっごい静か。大根も入れます。ちょっとお酒入れて蒸し焼きにします。どうでしょう。じゃあ味付けします。お砂糖大さじ1、みりん大さじ1、お醤油大さじ2、今日はちょっと甘めの味付けです。いい感じに染みてきたんですけど、もうちょっと水分を飛ばしたいです。すごいこの大根味が染みやすいというか、柔らかくなりやすいです。そんな気がします。何か褒めてくれてる声が大根が美味しいなって。ちょっとで褒めてくれたらすぐ駆けつけます農園長ですよし、あ、美味しそう。いいかな、そろそろ。最後にバター 10g ぐらい。今日はしっかりめの味付けかな。いいね。最近なんかバターと大根好きなんやな。よし、 OK かな。
盛り付けよう。丼にしてもいいんやけどな。こんな感じかな。ちょっとおネギかけよう。よし、オッケー。じゃあ食べよう。完成。いただきます。今日はちょっと大根だらけやけど。本当だ、囲まれてるね。ちょっと混ぜて食べて。さっぱり系。うん、さっぱりやね。多分これとすごく相性いいと思う。もうちょいお塩入れてもいいのもね。何口いくんか。おいしすぎる。今日は結構なんやろ、うちにしてはしっかりめの味ですけど。確かにバターもちょっと多めな。そう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 、たまにはいいかな。大好物。よかった、大根が美味しかったな。あー半年は頑張れる。また半年後に言って美味しいって。もっと言える。ほんまにこの大根味が染みやすい感じですよ。すぐ柔らかなる。本当いつか、何年かかるかわからんけど、軽トラに野菜積んで全国回ってみたいな。許可取ればいけるな。いけるかな、全国やで。色大変か。大変は大変。鮮度は落ちそうやし。完全無視してた。一回野菜積んだら全国回るまで帰らんでいいかって。でもなんかテレビで見たんやと思うけどさ、うん、軽トラに盆栽を植えるみたいなコンテストがあったのよ。でも土詰めて軽トラに、で木が生えてるのよ軽トラから、があったから、軽トラに野菜が植わってたら。ああ、育てるってこと。軽トラで野菜育てる。あ、ええー。トラックで野菜が育ってたら鮮度はいいよね。明暗やな。本当に思ってる。え、すごくいい案じゃない。こち亀みたい。どこでも収穫体験ができる。所要時間5分やね。一瞬でなくなるな。5分。ちょっとあかんか、じゃあ。いや、でも確かにできそう。なんかで軽トラごと売るっていうのもいいかもしれない。その。なるほどね。うん、苗みたいな。軽トラ苗。足りなかん。でもまあ日当たりいい場所にすぐ移動できるしな。あー、そういうことよな。寒かったら車庫に入れられるし。確かにキュウリの本前に読んで、うん、何年も前にキュウリがすごく好きな国王がいて、うん、で国王のためにみんなキュウリを育てないといかんねんけど、やっぱりその年がら年中キュウリを育てるのは難しい、から透明な石を探して温室を作って育てたり、そのリアカーというか、あの引っ張れるやつで野菜を育てて、その日が当たるところにこう移動させてキュウリ育てたとかね、その本に、と一緒。一緒やん。だ、何千年も前の人と同じ考え。それはいいの。いや、すごいよ。透明の石気になるな、それ。いや、俺も思ったよ、透明の石。クリスタルとかなんかすごいな。キュウリ好きなの。キュウリの本。いや、ほんのにあった。じゃあその人力車の畑を後ろに乗せてるみたいな。で浅草とかのその人力車に紛れ込んで、あ、いや人はちょっとあれで、その収穫の方で僕は人力畑っていうのをやってるんですよ。おおって外国人もサプライズ。一瞬人気者にはなるな。うん、なんか今度こち亀であれそう。うわ、むちゃくちゃいいの思いついてもたかもしれない。これはほんとめっちゃ明暗やでって言うと思う。すごいの思いついてもた。怪しいな。スキー場のリフトにプランター置いてあってこう回ってくるの。で、その何が回ってくるかは分からんねんけど、もう絶対その時に回ってきたやつを持って帰らなきゃ。嫌やな。
そのプラリフトプランターっていうやつ。福袋的な。そう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 。え、どう？リフトプランター？うん。まず名前がいいもんね。名前はいいよ。ちょっと考えさせて。いや、もっとリアルに考えた方がいいよ。畑のことはさ、いったん目の前の畑見た方がいいよ。まあ今はもう本当夢が2個できたんやけど、まあいつかその廃れた遊園地とか、うん、そこを買い取って、うん、そこにこう畑をこう作る、うん、バイキングのあの船の中でこう野菜を育てるとか、そういうので、それの派生でもう一個なんやけど、うん、お化け屋敷でわーっと驚かしてる人が野菜を持ってるっていうのは理由は嫌いなら野菜、おーおー、あ、大根っていう感じ。理由はないな。やっぱ理由って必要。必要。バンジージャンプでこう綺麗にこう大根をこう収穫する。何がしたい、ちょっと遊園地やりたい。俺遊園地やりたいかな。違う。ごちそうさまでした。